被災地の小中学校グランドに、ヘリ空輸でおにぎり、パン、バナナ、水を届けることにしています。少しでも早く届くよう努力します。名古屋市の110万人への避難勧告など、全国各地で避難勧告、避難指示が相次いでいます。お住まいの市町村からの情報にご注意ください。昨年の東日本大震災発生当日以降、さまざまな災害対策の発信をしてきた首相官邸の災害ツイッター。 現在 IT は日常生活のみならず災害時に情報を得るための重要な手段の一つとなっています7月4日野田総理はその IT を防災や災害時のライフラインとして有効活用すべく専門家などを集めた戦略会議を開催今後の取り組みを決定しました震災の共を踏まえた IT 防災ライフラインのアクションプランについては、世界最高水準の IT 防災ライフラインを構築に向けて取り組むことが重要でございます今回の会議では、その基本方針およびアクションプランについて決定。内容の一部を解説したのは、日本のインターネットの普及を支えた、慶應義塾大学の村井淳教授。 地局がすでに三時間のバックアップというのを持ってます。したがって携帯電話は停電になっても繋がったんです。今回のガイドラインでは例えばそれを二十四時間に広げていこうというようなこととかそういうことをしながらえっと我々の経験値を裏付けにしてえっとこの来年の夏までにいろいろな整備をしていくということを含めています。その他の取り組みはツイッターなどを活用し。 国民が避難指示や交通情報などの情報を入手するルートの多様化を図ること、首相官邸ホームページで運用しているポータルサイトなどで、各省庁や NPO などとも連携して情報を掲載することで、国民への情報窓口の一本化を図ること、119番通報が音声通話以外にもメールやインターネットでも使用可能となるよう取り組みを進めることなど。 可能なものから速やかに実施し、関係大臣におかれましては、その実施状況を把握し、確実に実行をしていただきたいと思います。現在、首相官邸ホームページを運用する内閣広報室では、災害への備えとして衛星通信端末を確保しています。首都直下型地震などが起きた際にも、関西の通信回線を通じて、 必要最低限の情報発信ができるよう、取り組みを行っています IT で世界をリードできるよう、関係大臣のリーダーシップの発揮、さらなるご尽力を改めてお願いをいたします。